皆様こんにちは、マックスです。今日私靖国神社に参拝しました。靖国神社は日本でとっても大切なところ。戦争で命を奪って日本のために頑張ったの英霊たちの入っています。で、これすごく歴史的に明治維新からあって、あの英霊が入っています。しかしね、太平洋戦争の後でアメリカ政府がこれ潰そうとしたんですけど、ローマ法が助かりました。アメリカ人やっぱりその時大和魂を潰そうと考えもありました。しかし、大和魂はなくなってないんです。実は今回オリンピックありました。いろいろ大変なことあって日本の選手すごく一生懸命頑張って、しかし残念ながらまだ日本危ないんです。戦争も危ない、始まっています。最近オリンピックで開会式、閉会式すごく変わってるんじゃないかな。これは共産主義の文化で、また日本を乗っ取ろうとすると頑張ってるんですよ。実は私最近の本、これクーデター、アメリカ社会派主義になってるんです。これ書いてますよ、詳しくね。アメリカでは完璧共産主義の方向かっています。これから日本でもそれもやろうと思っている。しかし私、若い日本人にとっても自信がある。その大和魂心を持っている日本人と一緒に頑張りたいと思ってますよ。皆さん、この YouTube 私を見てて、一緒に日本のために頑張りましょう。よろしくお願いします。